AMT ハードボーラーはアルカディアマシンツール社が製造する M1911 モデルの45口径の自動式拳銃である。ハードボーラーは M1911 モデル発の全ステンレス製モデルである。ハードボーラーの名称は気候上の問題からラウンドノーズ型弾頭以外の弾丸を不得意とすることに由来する。しかし、 後のフィーリングランプに対する修正で不得意の問題は軽減された。オリジナルの AM1911 との相違はスライドとフレームにガバメントモデルで初となるステンレススチールを使用しており、その他にも広いラバーグリップによる被覆、虚子状で艶消し処理を施したスライドリブ、グリップセーフティの後端を延長したビーバーテールグリップセーフティラウンドハンマー、 ローディングインジケーター、アジャスタブルリアサイト等を備えている。映画、ターミネーターで、アーノルド・シュワルツネッカー・エンズル T-800 が、レーザーサイトを装着した7インチモデルを使用し、宣伝ポスターにも大きく映ったことで、日本でも有名になった。コンバットガバメント。45ACP 弾を使用する5インチの標準モデル。相談数は7発。ロングスライド。 45ACP 弾を使用する7インチのロングスライド、ロングバレルを備えるモデル。相談数は7発。スキッパー。45ACP 弾を使用し、4インチのショートスライド、バレルを備えるモデル。相談数は7発。コマンドを。40S&W 弾を使用する5インチモデル。相談数は8発。 ジャベリナ 10mm オート弾を使用する7インチモデル。相弾数は8発。アクセラレーター。400カーボン弾を使用する7インチモデル。相弾数は7発。ターミネーター。サラコナーの抹殺を図る T-800 が、道中来店した、アラモ重宝店にて、スパス12、ウジと共に入手した銃の一つとして、ロングスライドモデルが登場。吹き替え版ではテレビ朝日版と、 QVHS 版で、45口径レザーサイトピストル、新 VHS、DVD、PD 版とテレビ東京版で、レーザーサイト付き、45ロングスライドとそれぞれ故障されている。スライドトップにレーザープロダクツ製の大型のレーザーサイトが備わっており、トリガーに触れると、レーザーポインターが照射される仕様になっている。劇中では、本銃を使い、サラコナーの名を持つ、 数人の女性を手当たり次第に殺害している。ヒットマン47の愛獣であり、シリーズ全作品においてサプレッサーが装着されている。ゲーム内ではシルバーボーラーと呼ばれている。ありがとうございます。